野々市市歴史物語2。この番組は野々市市に伝わる歴史伝承をお伝えします。出演、東四谷柳文明、金沢学院大学名誉教授、月亭放棄、大輔、綿谷直子、中本美玲でお送りします。野々市市歴史物語2。野々市市がお送りします。名峰白山と峰続きの山々を背景に広がる町、清らかな水が穀倉地帯を潤します。豊かな自然とともに暮らしてきた野々市市の人々、大地がもたらす恩恵は内陸部に集落を形成し、中世は加賀における政治経済の中心地として、また江戸時代には宿場町として栄えました。古の史跡と街道沿いの町並みが先人の足跡を物語っています。長い年月の中で野々市市はどのように築かれていったのでしょうか。歴史を振り返り、その歩みをたどってみましょう。今回は後編をお送りします。枝ゴンベイと冨樫用水。石川県最大の河川、手取川。豊富な水は平野に行き渡り、秋には豊かな恵みをもたらします。人々は川の流れを巧みに利用してきましたが、その陰には自然災害に立ち向かった先人の姿があるのです。野々市の村々では手取川の水を冨樫用水や郷用水へ導いたものの、洪水や夏の日照りと水不足が続くと村同士のいさかいが起き、農民たちは大変困っていました。これを何とかしようと立ち上がったのは偉大な先人、枝権兵衛です。1809年文化6年、坂尻村。現在の白山市坂尻町の大きな農家に生まれた権兵衛は、村の肝入り、つまり村長のような役割であり、商いも行う有力農民であったことから、冨樫用水を農業用水のみならず物資輸送にも用いようと考えたのでした。水が減ると品物を運べない、洪水で簡単に壊れてしまうようでは元も子もありません。そこで権兵衛さんは一年中水が溜まっている手取川の悪戸の淵から水を引こうと決意。なんとおよそ300メートルにも及ぶ固い岩をくり抜くトンネル工事と、それに続く水路建設を考えたのです。藩の産物方のお役人、小山良左衛門の協力を得、藩から資金の助成を受けたものの、鶴橋やのみを用いた手掘り作業、難工事に費用が足りず自分の財産も投じたそうでございます。1865年に開始した工事は1869年明治2年に完成。この取り組みはやがて流域を潤す七花用水に生かされ、枝権兵衛は七花用水の父と呼ばれるようになりました。やっぱれ。権兵衛様、この岩山に穴を開けようとお考えやけど、のみやつるはしでは一向に拉致が開きませんわ。ああ、こんな大変な仕事受け終わっとけばよかった。まあまあ、そう言わんと頑張ってくれ。手取川の悪戸の淵に開けた穴と水路をつなげれば、一年中水が流れるようになるんや。へえ、そりゃわかりますが、もうヘトヘトです。
岩が硬すぎます。腹も減りました。今日はこれで終わりにしていいですか？わかった。握り飯をいくつも用意するさかい、もうちょっと頑張ってや。本当ですか？ほんなら日暮れまで頑張ります。ほんでもう一つ頼みがあるんやけど。なんや？工事の給金をもうちょっと上げてもらえんけ。押したらこの先ずっと頑張るわ。そうしてやりたいんやけど、実はな、もう資金が底をつきかけとるんや。金がなくなったら。なくなったら？わしの財産を使おうと思うとる。何が何でも完成させるんや。コンペイ様、あんた自分の金まで使おうて。わかった。わしのじい様もそのまたじい様も水で苦しんできた。わしらの役目はこの岩に穴を開けることかもしれんな。よし、やりましょう。松代まで語り継がれる大仕事や。さあ、握り飯食うたら仕事を続けっか。ありがとうな。意外とこれが難工事でありましてですね、藩の費用だけでは賄いきれなくて、枝権兵衛自身も自分の資材を投じてその工事を行ったとも言われております。この工事は明治2年1869年の5月に完成したんですが、どうも隧道の規模が小さくて水量が十分供給できないというようなことで、その後もこの隧道を広げるような改良工事を進めていったということでありまして、明治29年に手取川の大洪水がありまして、たくさんの水の取水口がですね、取り入り口が軒並みに流されてしまったり壊されてしまった、ところが唯一この枝権兵衛が掘削したですね、悪戸川淵の取水口のみはびくともしなかったと、いうことでですね、改めて枝権兵衛の仕事が評価されて、県もですね、明治36年にはさらに取り入り口とかそこから水を引く隧道の大改修を行って、現在の七日用水の取り入り口が設けられることになったと、そういうようなことで、現在の七日用水の取り入り口の建設を行った人物として枝権兵衛は七日用水の父というふうにも称えられておるわけであります。戸賀用水はそういうようなことで、枝権兵衛によって水の取り入り口が川上の悪戸川淵に新たに設けられて、その後もこの戸賀用水は農業用水だけではなくて物資輸送の水路としても、いわば利用されることになったということなんですね。もう一つ野々市と戸賀用水に関連して申し上げますと、江戸時代の早い時期から手取川の上流の方の大西川の筋と大曽川といって今の小口の方ですね、中宮の方です、そちらの方から切られた木が古道になってですね、材木として手取川を流されて、はい、戸賀用水の方へ今度は運び込まれて、戸賀用水を下って野々市で切った材木が荷揚げされて、そしてそれが金沢に運ばれると、いうような形で、野々市にはこの戸賀用水の古道上げ場が江戸時代を通してあったと言われております。ともかくそういうようなことで、農業用水にとどまらず物資輸送の流通路としてもこの戸賀用水というのが利用されて、その戸賀用水をしっかりした用水にしたのが枝権兵衛の功績であるということが言われているわけで、枝権兵衛という人は白山市の方ですけども、この野々市地域にとっては非常に重要な戸賀用水の改修をやられた人ということで、野々市の歴史の中でも重要な役割を果たしているというふうに思われるわけです。県は明治36年権兵衛らの作った取水口隧道を大改修し、丈夫な七日用水取水口を建設しました。七日用水を含む手取川疎水群は疎水百選に選ばれています。野々市市歴史物語2。野々市駅の誕生。
北陸線現在の JR 北陸本線小松金沢間が開業したのは明治31年。輸送が拡大するにつれ新駅の建設地が忍野村に決定すると、仮に犀川駅としていた駅名を野々市駅にするよう運動が開始され、それが功を奏したのか明治45年に野々市駅と正式決定され営業を開始。ところがところが、時は大正13年、何やら不穏な空気が辺りに漂い始めます。なんと民間など駅周辺の村当局者による駅名改称運動が巻き起こったのです。何？これを阻止しようと駅名存続運動が起こりましたが、願いも虚しく新しく決まった駅名はなんと西金沢駅。落胆し悔し涙を落としたものの、野々市の人々は諦めませんでした。時は流れ昭和34年、野々市駅誘致規制同盟会が結成されて運動が始まり、駅舎はめでたく昭和43年に完成。名称は当然野々市駅に決定。4月から営業が開始されたのです。ネバー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 ギブアップ、野々市ステーションにこんな歴史があったとはお見それしました。あんた大変や大変や、野々市駅の名前が西金沢駅に変わるんやと。なんやて？ほんなだらな。しかも西金沢駅やと？なんで野々市じゃないんや。おし、反対運動するぞ。お前も手伝うてや。お母ちゃんら集めるんや。町民大会や。わかったわ、奥さんらに声かけるわ。あ、奥さん、ちょっと聞いてや聞いてや、大変や大変や、野々市駅がなくなるんや。しかし願いも虚しく、大正14年に駅名は西金沢に変更。落胆は大きかったものの、運動は昭和へと受け継がれるのでした。そして熱意と執念にも似た行動が実を結び、昭和43年に野々市駅の駅舎が完成。4月1日から営業が開始されたのです。おや、先ほどのご夫婦もホームにいらっしゃいます。ずいぶんお年を召されましたが、熱意は消えなかったようです。万歳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 。おい、野々市駅や、野々市駅に列車が来た。あん時諦めんでよかったな。本当や、あん時声をかけた奥さんらも集まってくれた。みんな年取ったけど、ずっと寝ごうとったんや。ネバー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 ギブアップや。これでこの町はもっともっと発展するわ。本当やな。万歳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 。大正13年西暦1924年になりまして、はい、野々市の人たちがちょっとびっくりする話が聞こえてきたわけです。それは何かっていうと、野々市駅周辺の村々がですね、はい、駅名の改称運動を、野々市駅の名前を変えようという運動をしているようだという噂が野々市の方に伝わりまして、はい、野々市の方では名前がね変えられちゃ困るっていうんで、当時の鉄道大臣に駅名存続を求める請願書まで送ってですね、県に対しても変えないでほしいというふうなことを要望し、なおかつ大正14年の4月には町民大会を開いて駅名改称阻止を決議するということになったんですけども、やはり野々市駅など周辺の村々の方の要請がなかなか強かったと見えまして、野々市の方が負けまして、大正14年の10月1日をもって野々市駅は西金沢駅という名前にですね、駅名が改称になったわけです。
ところがその時野々市の人たちは大変落胆をしたようでありまして、当時の町長とか一部の町会議員はそのために引責辞職をしようという動きまでするという一幕もあったようであります。でそれから時代が30年以上も下りまして、昭和34年になりましてですね、当時の野々市町長が会長になりまして、野々市駅誘致規制同盟会というものが結成されて、駅が置かれる場所も二日市に定められて、駅舎の建物の買収とか設置の経費全額野々市町で負担をすると、それから駅から国道8号線を結ぶアクセス道路の新設も野々市で行うという条件をつけて、まあ連年にわたって国鉄本社とか関係当局に陳情を重ねた結果、ついに昭和42年の10月より新野々市駅の起工がなされまして、昭和43年の3月に完了し、その年の4月1日のダイヤ改正を待って、今日の野々市駅が誕生することになったということなんです。そういうようなことで、なんとか野々市という名前の駅を誘致しようということで、まあ、頑張りまして、現在の野々市駅はそういうことで昭和43年の4月1日から営業が開始された、まあ、新しい駅だということなんであります。平成30年に開業50周年を迎えた JR 野々市駅は、今後も地域の発展を担いながら存続していくことでしょう。建設の背景に先人の努力があったことを忘れずにいたいものです。野々市市歴史物語2、新生野々市町の誕生。昭和28年に施行された町村合併促進法に基づき、県は野々市町、忍野村、糠村、富岡村、安原村による田園都市構想の試案を発表しました。平和な合併案になればよかったのですが、問題は複雑化するのでした。さまざまな思惑が絡み、町村は金沢、野々市、松任とそれぞれ近いところと一緒になろうとしたりします。対立闘争が激化したものの、住民投票を経て現在の野々市市へと続く野々市町が産声を上げたのです。おい、例の合併なんやけど、糠村と安原村のもんらは金沢と一緒になるし、富岡村は野々市町や、郷村は意見が分かれてそうや。問題は忍野や、村の中が対立しとる。そうやな、今度住民投票があるそうやから、それ次第やな。新しい町を作るのは大変やな。いろいろな考え、立場、思惑があるさかいな。いずれにしても、まあいいこと解決して新しい野々市を作るがや。今は生みの苦しみの時や。お前人望が厚いし話もうまい。まあいがに精米や。まあいがにか。そやな、なかなかの難問やが、解決せんことには先に進まん。地域が安定せんと暮らしも落ち着かん。そうやけど、やってみっか。新しい船出や。みんなして漕ぎ出すぞ。町村合併推進法という法律が制定されるんですが、これによって人口8000人以上の町村をですね、適正規模のものとして、全国にたくさんありました町村に対して3年以内に合併推進を求めるということになったわけであります。で、これを受けまして、県は昭和28年の12月14日に第一試案として、野々市町、忍野村、糠村、富岡村、安原村と、この1町4村による田園都市構想というものを発表して、これが合併すればいいと。ところが一方、金沢市もですね、周辺の村々を吸収して
大金沢市を作ろうということをやっておりまして、それによって県の計画とは別に糠村と安原村が金沢市の方に編入するということになったわけであります。結局野々市は野々市と富岡だけが残る形になりました。県は第二試案としてですね、野々市と富岡、忍野にですね、郷村を加えて、郷っていうのはマットの方なんですね、四町村合併案を提示したわけです。ところがこの郷村の方は態度を表明しておりませんで、その結果ですね、野々市と富岡と忍野がですね、合併するという方向で準備が進められていったわけであります。そうこうしておりますときに、忍野村が金沢市に、郷村は隣の松戸町と合併しようというような案が浮上しまして、その賛否をめぐって忍野の村議会、郷村の村議会は紛糾して、松戸に着くか野々市行くか、金沢に行くか野々市行くかということで、お互いにですね、村内は二分することになったわけであります。そこでまあいつまでも双方しておれないということで、とりあえず昭和30年の4月1日になって、野々市と富岡村がまず合併をすることになって、そして新生野々市町がまず誕生したわけです。ところが野々市町と富岡村が合併したんですが、人口は6084人で、国の町村合併の適正規模である8000人に到達してないということになりまして、このために野々市としてはなんとか8000人まで人口を、増やさなきゃならんということで、忍野と郷村に対してなんとか野々市と合併してほしいということで全力を傾注して働きかけをしていった。結局強引に忍野村はとりあえず金沢に入ったんですが、忍野村の中の押越、それから野城、お京塚、押野の4集落は編入後にも、金沢から離れて野々市に分村するということがあるかもわからんと、その場合は金沢にも理解してほしいというような条件をつけて、とりあえず金沢にみんな入ったと。そして金沢市に編入したんですけども、その後も野々市に分村をしようと、野々市に移ろうというような動きが続いていたわけであります。一方郷村の方は野々市と松戸に分村するということになって、昭和31年の9月には郷村の一部が野々市にですね、それから一部が松戸へというふうに郷村は割れたわけです。ところが忍野の方なんですが、その後も野々市の方でも金沢にとりあえず合併して、その後で分村して野々市に移るということもありだという含みを持った条件だったもんですから、なんとかしてそういうふうに図ってほしいと。特にこの野々市との合併を主張する忍野、押越、野城、京塚の集落は非常に野々市に編入する意思が強くて、それによって特に忍野の集落の中では日増しに対立感情が激しくなっていったと。そこで初めて昭和32年の3月に忍野集落では分村を問うですね、県下初の住民投票が行われまして、結局野々市合併派274対して反対が111ということ大差で、この忍野の野々市に合併したいという村々は住民投票によって野々市に編入されることが決まったわけであります。これによって昭和32年に今度はこの忍野が分村して、そして野々市に編入されたことによって、野々市の人口は8000人を超えることになって、国の町村合併促進法の適正規模に該当するようになったというふうに言われております。そういうふうにしてですね、県の町村合併推進案に対して地元の住民感情で金沢に近い集落は金沢行きたいというし、野々市に近い方は野々市だというし、マットに近い方はマット行きたいということで、この郷村と忍野村は激しく二分して、そのどちらにつくかということで揉めに揉め抜いたと。そしてお互いに旧村は分村をすることで金沢と野々市に合併を遂げて、それでようやく野々市は適正規模の8000人を超える町としてスタートすることができたというふうに言われておるわけであります。ところがその野々市がその後ですね、どんどん発展しまして5万人を超えて単独市政を引くことになったということでありますから、振り返ってみますと昭和30年後のこの町村合併の激しい揉め事がですね、難産を経て誕生した野々市ですが、その後現代においては全国的にも住みやすい町としてですね、知られるようになっているということです。先人は互いの対立を乗り越え、意見を交えながら新しい時代を作りました。野々市市へと続く足跡は、
現代史の一部として地域に記録されています。名峰白山と峰続きの山々を背景に広がる街、清らかな水が穀倉地帯を潤します。豊かな自然と共に暮らしてきた野々市市の人々、大地がもたらす恩恵は内陸部に集落を形成し、中世は加賀における政治経済の中心地として、また江戸時代には宿場町として栄えました。古の史跡と街道沿いの町並みが先人の足跡を物語っています。長い年月の中で野々市市はどのように築かれていったのでしょうか。歴史を振り返り、その歩みをたどってみましょう。今回は後編をお送りしました。野々市市歴史物語2、出演東四柳文明、金沢学院大学名誉教授、月亭放棄大輔、綿谷直子、中本美玲でお送りしました。野々市市歴史物語2、野々市市がお送りしました。